はい、おはようございます。おはようございます。危ない、うん、今日はプライベートキャンプ場、プライベートキャンプ初めてのところ、はい、とりあえずあの野営にね、そう野営っぽいところ、うん、完全な野営、野営だけどね、そう結構あの YouTuber さんいっぱい行ってらっしゃるんですけど、まあ今回もあの、ね、いろいろな噂を聞いてね、そう行ってみたいと、行ってみたいなと思って、はい、思います。なんかそこは電気と水道がないらしいです、はい、だからお水は持参してください、はい、ってことなので、はい、一応水持ってきました、はい、あと電気もないって言ってたもんね、うん、だから電源サイト工業の人は今のところ無理ですね。そうだね、はい、うん、だから我々みたくいらねえよっていう人たちはぜひ遊びに行ってみてください、はい、でなんと今日クリキャンなんです。はい、クリキャンでございます。今日はスペケスさんが、はい、いらっしゃいます。いらっしゃいます。最後まで皆さん見てください。まあ、どんなスペケスさんが来るかね、はい、楽しみにしてください。それでは行ってみましょう。すげえ、こっから野営に入ってくんだ、すごい。
朝なんですけど、ハリさん YouTube の動画でね、おっちゃんねるさんずっと見てね、にちゃーにちゃーってずっとしてるんですよ。もう僕ね、もう行けば会えるの分かったんで、もう早く動けっていう感じで、もう心の過ぎて遅刻も動画はい、お疲れ様でございます。はい、どうも、こんにちは。ずいぶん遠くから来たんだね。朝ちょっといろいろあって。何これやってんのか、ね。アリさん、アメリカ行く前に来ましたよ、プライベートキャンプ場。どうですか、はい、最高、最高じゃないですか。最高です。君のために用意したんだから、これ。はい。いいでしょ、ここで群幕入りますよ。アメリカ行っちゃう前に、ちょっと思い出作ってもらおうかなと思って。はい。ですか。スペシャルゲスト呼びました。どうですか。はい。お願いします。お願いします。呼びましたよ。呼びましたよ、今日。大好きなおっちゃんねる。楽しそう。どうも、初めまして。ここぼかされます。一緒にキャンプをやってもらうことにかぶりつきましたよ。はい、すげえ。あと一人で20万ずつ。そう、ハリーさんだけみんな知ってたの。もう気持ちが酔っちゃった。集金に来たんですね。集金に。あ。じゃあ今日集金されてください。じゃあ今日一日楽しみましょう。よろしくお願いします。いい思い出作ってください。いやめっちゃいい匂いいただきました。いただきました。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。よいしょ。なんか鉄板で鉄板いいね。はい、サーモン戻ってください。うんどうでしょろ。まゆー、まゆー、これ辛くないやつですか。辛くないですね。程よくわさびが効いてて美味しいやつですね。はい、これ今もらいます。はい、どうぞ。うん、うまっ。いい感じよね。うん、いい感じ。あ、魚ダメ？
カロリー低いものは食えないそうです。よく言うわな、ビジネス高カロリーがな。いや、おっちゃんに。おっちゃんは食べれんの？おっちゃん、ないです。あ、ヌンチャク。ヌンチャクバス。どうぞ。ヌンチャクバス。どうぞ。どうぞおすすめでね、うん、今寒ブリとサーモンがいいんじゃないかどうでしょう、うん、やったね、美味しそうです、わら焼き、ぜひ皆さんもよかったら、はい、お待たせいたしました、ね、さん、どうぞ、本物の味を知ってる人に職人さんすからね、本物の味を知ってる人にワイビどうでしょう、どうでしょう、本物の味を知ってる人に、あ、YouTuber なるせいです、はい、やったね、美味しい、いただきました、イエーイ、まあ、素人が作っても美味しい、美味しいするからさ、どうぞ、また可愛いので、うん、あ、すごい、あの、いっちゃって、いっちゃって、いっちゃって、焼き餅焼いてるから行っちゃって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 、うん、俺が今日、今日俺が大洗沖で釣ったんですよ。いつだよ。東京じゃなくて。美味しいですか。ああ、よかった。オールブイじゃん。食べちゃう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 。めっちゃうまいじゃんこれ。いや、開けちゃうね、そのまま開けちゃうね。全然俺一気でいけるわこれ。一気ですこれ。いや、そのままいっちゃうね。たまらんで。俺がめっちゃうめえこれ。こんなに疲れた。あの顔、お寿司のあの顔。って。旦那氏やばいよ。めっちゃうめえこれ。お寿司も飲んでみて。飲んだ方がいいこれは。むちゃくちゃうまいから。これはね、俺ね、足んねえな、全然。全然足んねえな。もっと飲んでみたら、ほら。すげえ、今日飲んべえじゃん。ほら、もう一杯。今日飲んべえじゃん。俺飲んべえだからよ。お寿司のあの顔心配そうな。濁り。もうちょっとしたら多分寝ちゃうよ。おー、いいすげえ、今日飲みっぷりがいい。ね、今日飲みっぷりがいい。大丈夫ケイちゃんの心配の顔。大丈夫だよ。大丈夫、全然 14.5 くらいだから。ちょっと飲んでみ。めっちゃうまいよ。ガツンガツンってやんだって。あ、ほんとだ。あ、抜けた。あ、うん、そういう感じだ。へぇ、ほぉ。あ、面白い。面白いね。かくん、このタイミングで言わせてもらうんだけどさ、うん、実は新しいテント買ったんだよね。え？トモウントのツールーム買ったんだよね。黒いやつ、かっこいいの。かっこいいの。おばそれで貼ってころかんと思った。あれじゃない。ハロウィンのキャンプイベントの景品じゃないの。買んねえ方がいいよ。買っちゃったんだよ。大事に取って。うちツールーム持ってないじゃん。買んねえよ。え、トモウント景品？景品。えー？
ちょっと考えるわ。今年のハロウィンキャンプの景品はトモウントのツールームテントが出ます。なのでビンゴ大会1人500円買ってください。すごいな。ツールーム、トモウントだよ。はい、お疲れ様でございました。今日は屋敷キャンプさんのキャンプ場、フリーダム遊ばせていただきました。楽しかったね。はい、野営館いっぱいだ。いっぱいで、うん、すごくいいと思います。ね、今回はね、初コラボで、おしチャンネルさん、はい、一緒にやってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。シュシュ笑ったらしいです。やっぱね、面白いわ。面白いですね、うん、はい、政治の話をたくさんしました。やっぱりね、チャンネルさんはやっぱ狂ってるね。新しい世界を垣間見て。あとね、ヤギ汁癖ってことも。ぜひ皆さんも一度来てみていただいて、はい、この野営館、ここいいですよ、野営館があってね、はい、ぜひおすすめします。はい、予約はインスタグラムの方からですね。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はせーの、チャンネル登録よろしくね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もラーメンだぜ。